演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日ファミリーマートのカフェラテを飲みたいと思います。レジで売ってるカフェラテ飲んだことあるんですけどね、こんなシルドカップタイプのやつも売ってるんですね。2種類も売る意味あるのかな。やっぱり何か違うのかな。まあ飲んでみれば分かりますね。ではストローで、はい、飲んでみます。ミルクのまろやかさもあるもの、全体的にコーヒーの苦みが強いですね。結構大人向けで缶パパによく合いそうな気がします。自分好みでしたね。容量も結構飲めましたので、こちらの点数を差し上げます。でも、もっと飲みたいなぁ。なんていう方に、こちらもっと大きなグランデサイズというものもありました。これ、ちょっとここ見てもらったら分かりますか。こっちが240で、こっちが350で、ちょうど 1.5 倍ですね。では、この 1.5 倍のグランデサイズカフェラテ飲んでるな。大きいだけで味は全く同じですね。というわけでこちらも苦味があって、でもちょっとだけまろやかもあって、大人向けで噛み合いそうでした。容量が多いので、こちらがたっぷり飲みたい方にはもちろんこちらをおすすめしますね。本当にもう少し控えめでもいいのかな。こちらまあサイクランがそういうことなんでしょうけど、 ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞ではこちら、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。